いつも応援してくださる皆様へ本日はご報告がありこの動画を撮らせていただいておりますこの度私高校は秋倉涼子さんと正式に離婚していることをご報告させていただきます本日までご報告が遅くなってしまいまた多くの方が長い期間 ももやもやした気持ちにさせてしまい本当に申し訳ありませんでしたタイミングや二人での話し合いいろんなことが重なりご報告が遅くなってしまったことご理解いただけると幸いです離婚の理由については二人のプライバシーに関わるものなので詳しくお話しすることは できませんが私自身今回の結婚生活の中で未熟さや力不足を感じた場面はたくさんありました私たちの旅や二人の関係は多くの方に見届けていただき応援していただき結婚というものを迎えておりますそんな中で こういったご報告となってしまい大変心苦しく思っております本当に申し訳ございません離婚の理由に関して今まで週刊誌や SNS では女子大生のお持ち帰りパパ活不倫といった噂や憶測記事が多く 流れていましたがそのような事実は一切ないということを明確に否定させていただければと思っております今日まで私自身の言葉を私自身の発表を待っていただいた多くの方には心から感謝しております本当にありがとうございますどんな理由があれ 一度は幸せにしたいと願った女性を幸せにできなかったという事実は紛れもなく私自身の力不足と未熟さから来ているものだと思っております自分の未熟さゆえに本当に苦しかったり恥ずかしかったりする期間もありましたが自分の家族、仲間、会社の メンバーに支えられなんとか今日という日を迎えてきておりますまたいつも応援してくださる皆様の言葉も本当に本当に勇気になりましたこれからは別々の道を歩む二人ではありますが引き続き温かい目で二人を応援してくださると幸いです僕自身 今回の結婚という経験を通して自分の未熟さがまたたくさん見えてまいりましたので時間をかけて自分自身を見直しまた成長の機会を自分でもたくさん模索していきたいなと思っていますまずは目の前の仕事に一生懸命取り組みながら家族や友人多くの皆様のご支援をいただきながら改めて人として 成長していけるように頑張っていきたいと思っております本当に多くの方に支えられ今日という日を迎えられていると思っていますのでこれからは少しずつ成長しながら皆様にその感謝を返していければなと思っております重ねてにはなりますが今日まで二人を応援してくださった皆様また 私高校をずっと支えてくださっている皆様、本当にありがとうございます。一人にはなりますが、引き続き、皆様にとって有意義な発信や、人として成長していける姿を見届けていただけたらなと思っております引き続き続よろししくお願い,いたします。